ひじ、どうも、さくらです。というわけで、今日は今3時なんですけど、今12時ぐらいから飲んで、行きは車で来ちゃったんですよ。なるほど。なんで、人生初代行を呼びました。よいしょ。すいません、酔っ払ってます。いや、ちょっとね、飲みすぎちゃいましたね。東京で代行なんて俺使ったことないから。確かに俺人生初めてだわ、自分の車の後ろ乗るの。マジですか？あ、はいはい。え、代行歴どんぐらいなんすか？2年ぐらい。おお。え、今まで一番緊張した車って何なんですか？まあ、ヤクザだね。ヤクザ。リアルな話聞けたら、ね、え、これ逆じゃないですか？いけないっす。これいけないっす。これ逆っすね。次っすね、多分。やばい。いや、いいっすよ、全然慌てなくて。結構飲んだな、昼間から。あ、今日も？まあね、やっぱさ、雨男、晴れ男ってあんのかね。いや、多分僕はちょっとある気はするけどな、なんか。だって終わった瞬間に晴れたってことは誰かが雨男だったでしょ。そうですね、完全に。誰だと予想します。今日飲んだメンツが、源氏くん、空知、あとなんか美容師、美容師2人だったんだけど、俺かな。いや、でもね、佐川くんじゃない気がする。え、じゃあお前は誰だと思う？え、僕？うん、源氏くん。豊洲の方でバーベキューしてたんだけど、うん、住みたい。でね、めちゃくちゃいい。なんかやっぱね、海に見えるのって結構いいなと思った。海地下、うん、やっぱ空地とか話してて、なんかさ、一人でさ、こっちの方引っ越すのはちょっと嫌だけどさ、うん、みんなで引っ越しちゃえば超楽しいなと思うね。確かに、確かに。僕でも豊洲実家近いんですよ。そうだよね、うん、千葉なんで。ディズニーランドの方でしょ。ディズニーランドの方なんで。だからもう皆さんが豊洲に引っ越したら。修学旅行とかディズニーランドだったの？いや、もうディズニーも行かないです、近いんで。俺大分出身だから、はい、もうディズニーランド行くなんてハワイ旅行だよ。あ気持ちは。ウィンデさん、どこの出身ですか？中国。あ、中国。チンデンザバヤ。あ、すごいよこれ。おうおう。今日どうですかみたいな。あ、そう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 。俺もともと、はい、はい、そこのバイト先はみんな中国人で、もう中国語でしか喋りかけられなかったから。え、じゃあちょっと喋れるんですか？いや、もうチンデンザバヤしかわかんない。調子どうっすよね。そうですね。え、何弁が好き？関西弁。おお、俺も。え、僕は本当に関西弁の女性はマジで可愛いなって思っちゃう、それだけでも。え、じゃあゆかちゃんのこと可愛いとか思ってんの？ゆかちゃんのことは可愛いですよ。ああ、それは可愛い。嬉しいわ、ありがとう。何これ何これ。遅くなりましたが紹介します。はい、蒲田区です。カメラマンは蒲田区でした。どうも、ありがとうございます。1万5000人行く前、はい、ラーメン生活やってるんで。罰ゲームが変わりました。なんで？よろしくお願いします。登録お願いします。お願いします。ちょっと海外行きたいね、また。行きたい。で、一回行ったもんね、一緒にね。行きました、連れてってもらいました、本当に。で、遅刻したしね。こいつ飛行機バックれてるから一回。いや、そうなんですよ、すいません。最低だよね。それも、あの、俺誘われたんだよ。いや、そうっすね。一緒に行こうよって言われて、あ、いいよいいよっつって、俺らチケット取ってホテルも取って、ちょっと飛行機の時間に来ないんだよね。いや、ありえないよね。いや、それは本当ちょっと反省してほしい。いや、それは本当一生引きずります、僕。本当にそれは本当に申し訳ないです。あ、最近ハマってる食べ物とかないの？え、なんか僕ラーメンしか食えないんですよ。いや、けどラーメンも食うまい。食うまいは僕ハンバーグにめっちゃハマってたんですよ。いや、けど俺は結局ハンバーグだったら結局ビックリドンキーいっちゃうね。でもね、それはビックリドンキーの、あの、ポテト入って、あの、ポテサラバケットディッシュ。そう、ポケサラバケットディッシュ。ポケサラバケットディッシュです。あれね、あれ結局うまいんだよ。あれうまい。あの、ビックリドンキー、あとイカの箱舟食べたことあります？うまい。知ってます？知ってるよ。あと、こんなでかい、なんか、こう、いちご。あ、いちごミルク。いちごミルク。めっちゃうまい。イカの箱舟多分食べてない人結構いると思うんだよな、僕。いや、あれめっちゃうまいよね。あれめっちゃうまい、マジで。いや、あれ懐かしいな。しかもね、ビックリドンキーってなんか学生の味方感ありますよね。いや、けど俺ビックリドンキー初めて食べたのが、はい、18、19ぐらいの時に初めて。あ、じゃあ結構遅いっすね。遅いと思う、俺。え、僕、もうほんと多分、中学生、小学生の時から家族で行ってて。やっぱ千葉のやつは違うな。何言ってんすか。はい、というわけで、はい、帰ってきました。はい、はい、自分の車の後ろに乗るって初めてだったから、はいはいはい、超楽しかった。貴重な経験ありがとうございました。はい、値段はまあいつもの 1.5 倍ぐらいかな。そうですね、タクシーの 1.5 倍ぐらいだった。うん、まあ、けど楽しかったっす。はい、ありがとうございます。じゃあまた動画撮ります。はい、バイバーイ。